はい、作新会議員の清水秀三郎でございます。こちらは国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防、事務所が行っております濁り川第二砂防堰堤工事の様子でございます。これは浅間山の融雪型火山泥流を阻止するために今大きな工事を行っております。すごいです。森屋商会がデートのことも、今日は曇りで浅間山は見えません。仙麓水道供養団の井戸もこの近くにありますし、この工事によって、水道管の方も、国の補助によって、移設をいたしております。以上です。濁り川、鉄分で酸化してこの色になってます。